アメリカ合衆国の星条旗と日本国旗がはためく坂出市役所に、7月29日、17回目を迎えるサウサリート市の高校生からなる短期留学生12人をはじめとする訪問団が訪れ、有福市長ら市職員など関係者がロビーに並び、歓迎の拍手をしながら出迎えました。坂出市は瀬戸大橋が開通した1988年、対岸のサンフランシスコ市と結ぶゴールデンゲートブリッジが架かるサウサリート市と橋が縁で姉妹都市提携を結びました。去年35周年の節目を迎え、1年交代でお互いに短期留学生を受け入れてきました。2020年に発生した世界的規模のコロナ感染症のため、お互いの訪問は一時中断となったものの、オンライン開催など工夫しながら、去年サウサリート市へ坂出市からの短期留学生派遣が復活、そして5年ぶりにサウサリート市からの短期留学生の受け入れが実現しました。表敬訪問を受けた有福市長は、36年目を迎えますが、昨年は7月にサウサリート市を公式訪問し、35周年を皆様から歓迎を受けながら盛大にお祝いしました。今年は私が熱く歓迎いたします。坂出で日本の文化を体験し、自国との違いを感じてくださいと挨拶をしました。そして留学生12人を代表して、カノン・アクツ・アイクワートさんから、坂出での短期留学を通じて友人を作り、思い出を作り、遠く離れた国の日常生活について理解を深めることを楽しみにしていますと挨拶がありました。続いて記念品の贈呈が行われ、サウサリート市からは引率者のエマ・ウェイトさんによる坂出市との交流の様子を撮影した写真をまとめたフォトアルバムが贈られました。一方、坂出市からは引率者の皆さんには、坂出大橋祭りに着用できる坂出市オリジナルのハッピーが、短期留学生の皆さんには山口一郎さんがデザインしたステンレスボトルなどが記念に贈られました。最後に坂出市役所本庁舎前に、姉妹都市提携10周年記念植樹で植えられたサウサリート市の木である柳の前で記念撮影をしました。